今日はこの日東紅茶のリフレッシュペパーミントノンカフェインの紅茶を飲みたいと思います。これのお供がクッキー贅沢仕立てを食べたいと思います。これのミルクチョコ味にハマってて、で新しいアーモンドミルク味が出たので早速買ってみました。10袋入りでこんな感じで2本入ってます。すごい職場とかにも持って行きやすいのでおすすめです。これ食べたいと思います。クッキーがね、分厚くてチョコもすごいたっぷりなんですよ。いただきます。アーモンドのすごい自然な甘さが美味しいです。香ばしいって言ったら大げさなんですけど、アーモンドの風味が効いてて美味しい。こんなしてチョコが分厚くて、チョコとクッキーがすごい普通のポッキーと全然違って豪華な感じが美味しいです、はい。で今回は前回の続きで顕微授精にかかった金額を発表したいと思います。ズバリ今回かかった金額の合計は696,982円でした。はい、めっちゃ高いですよね。でこの金額は自己注射から移植までにかかった金額で、診察代とかいろいろ含まれてざっと計算したものとなってます。で私が通ってるクリニックは他のクリニックよりも 1.5 倍くらい高い感じとなってて、で顕微授精だったこともあるのでかなり高額になりました。本当は体外受精しようかなってことだったんですけど、旦那のちょっと精子の状態が思わしくなかったので顕微授精となりました。では次にそれぞれにかかった金額をざっと紹介したいと思います。まず自己注射が約106,839円ぐらいかかりました。だいたい排卵日1週間前から打ち始めました。注射はもう保険外適用となっていて1日1本打ちましたね。で私はアンタゴニスタ法という自己注射のやり方を今回行いました。次は採卵から顕微授精の金額です。金額は38万6,348円です。顕微授精が本当高いんですよね。採卵で取れた卵ちゃんは多分確か6個取れたと思います。で受精卵は2個できました。先生的にはもうちょっと受精卵作れるかなって思ってた感じだったらしいんですけど、私はもう最悪のことを考えてゼロの可能性もなきにしもあらずと思ってたので、2個できたって聞いた時は少しホッとしました。顕微授精でなんでこんな高いのかって言ったら、まず採卵で16万2,000円で、精子の処理いいやつを多分ピックアップするのに3万円で、顕微授精3個までの受精が5万円、やばいですよねこの金額で、4個以上の1つにつき4万円、あ違うごめんなさい3,000円で、培養受精卵を約3日ぐらいかな育てるのに5万円で、胚培養加算、胚まで育てるのに2万円、でまた凍結2個まで凍結するのに4万円、もうびっくりする金額ばっかりなんですけど、これの合計でざっと38,348万円ということになります。なんかもう
感覚が麻痺してきますね。なんかすごいいいブランドのバッグ買えるんじゃないってくらい。はい、次は移植までにかかった金額です。これが 43,275円です。移植して着床しやすくするためのホルモン剤などもろもろ含めた金額となってます。保険外のルティナス秩序とか下腹部に貼るテープ、エストラーナテープとかが処方されました。でその他にもちょっといろいろあったんですけど、詳しいこと忘れてしまってこの金額となってます。次、移植に16,4600円かかりました。で、移植は日帰り入院です。朝8時から帰ったのは午後の3時ぐらいだったんですけど、移植自体は10分ほどで終わりました。麻酔とかもしてたので体調大丈夫かなとか、いろいろ安定にしたりしないといけない時間とか点滴とかいろいろやってたので、1日ぐらいは入院してたかな、そんな感じです。で、移植なんですけど、まず簡単な説明として、移植肺凍結肺誘拐移植が11,500円ぐらいでした。で、肺移植用培養液が5,000円で、アシステッドハッチングが10,000円で、その他にもルティナス秩序をもらったりとか、あとは着床しやすいようなホルモン薬とかいろいろもらって、合計で159,830円となりました。移植のね、手術自体も保険外なのでね、すごい高いですよね。金しか飛んでいかないですね、本当にびっくりするぐらい。こういったものもろもろを含めて合計が69,982円でした。本当高いですよね、本当に。なんかもう感覚が麻痺してくるんですけど、で、やっぱり私たちお互い仕事をしてるんですけど、私が不妊治療を通院しやすいように、休みを取りやすいように、正社員じゃなくて非正規職員、非常勤っていうのかなって働いてるので、給料がそんなに高くないんですよ。それでやっぱりどうしても生活費、お金、食費とかいろいろ出さないといけないものもあるので、すべてまるまる不妊治療にはお金かけれないので、やっぱどうしても足りない部分が出てきてしまって、そういったのはもう本当に恥ずかしいことなんですけど、お互いの両親からお金を借りました。本当は自分たちの力で親に迷惑かけないで頑張りたいっていうところだったんですけど、やっぱどうしても足りないってなって借りちゃいました。本当にありがとうございます。一生懸命頑張って返すので、やっぱね、保険外なものが多いので、採卵、顕微授精、自己注射とか、ほとんどが保険外なので、やっぱどうしてもこう高くなっちゃうんですよね。不妊治療は経済的にカツカツな生活強いられるから、精神的にかなりきつくなるんですけど、いつの日か赤ちゃんに巡り会える日が来ることを信じて、頑張っていきたいと思います。で、ちなみになんですけど、実はこの他にも検査を受けました。移植した時に着床しやすい体質かどうか、ホルモン値や MRI などを調べてみたんですけど、それの金額がまた保険外で高くて、お金合計55,874円かかりました。ホルモン検査が一番高くて41,494円かかりました。やば
ばいですよね。なんかカツアゲされてんじゃないかなって思うぐらいの金額なんですけど、うん、でも検査結果で着床しやすいよう薬を処方してもらったり、しっかり対策は取れるみたいなので、お金かけてね、受精させた受精卵を着床しやすいように、着床の確率が上がるためにという思いから検査を行いました。この検査結果はやってるところとやってないところがあるのかな。私は先生にこういうのやってるけどやりますかって感じで聞かれたんですけど、うん、私の病院の場合はこういう検査をあって受けさせていただきました。結果は一応なんか子宮が本当は動かないところなんですけど、私は子宮が若干動いてたっていうのが MRI で分かったのと、若干旦那の精子とか受精卵を拒否反応しちゃったりするような値が見つかったりとかして、いろいろ発見できたっていうか、悪い部分が少し見つかったのでやってみてよかったなと思います。で最近の旦那のことなんですけど、前回上げた動画から約1ヶ月ほど経ったんですけど、かなり自己否定的な言葉が多くなってきてますね。自分はダメだとか、全然できないとか、なんでこんなことでミスするんだろうとか、職員の人たちに自分は呆れられてるかも、嫌われてるよ絶対って言ってます。前まではもうこんなマイナスなこととかは全然言わない、どっちかといったら楽観主義、そこまでマイナスなこと言うタイプじゃなかったんですけど、そういう発言が多くなってますね。あと転職した先の上司がちょっとあんまりよろしくない方みたいで、それも一つの原因じゃないかなと思ってます。周りのみんなからも評判が良くないらしくて、ちょっと部下のね、士気を下げる発言しちゃったりするタイプの人みたいで、部下がちょっとしたミスとかなんかやってもフォローとかも全然しないタイプの方みたいですね。運が悪かったんだよな、転職した先の配属された部署が。いくつかある部署の中でも一番忙しいところに入ってしまったみたいで、転職して頑張るぞって思ってた矢先にね、全然、であともう一つ大きなミスも最近してしまったみたいで、それがもうトリプルパンチとなって大ダメージとなってる感じです。始末書も書かないといけなくなったぐらいのミスをしてしまったみたいで、LINE とかも1日何回も大丈夫気にしないで、なんて言えばいいのかな、なんかフォローするような LINE を 何回か送ってるんですけど、そういったやり取りの中でももう心臓がずっと緊張してるとか、もうギリギリだよやばいよとか、今日は気分が乗らないなとか、落ち込んでる感じ、落ち込んでるっていうか、ちょっと精神的にもかなり来てる感じだなと思います。だからね、最近は本当に勇気が少しでも出るような言葉をネットで調べて、 LINE でも1日 1,2 回ぐらいは送るようにしてます。頑張ってって言ったらダメみたいなので、そういった励ましの言葉を送らないようにはしてるんですけど、もう気持ち負担にならないような、重荷にならないような言葉をなるべくチョイスして、生活面や LINE とか旦那の相談不安などを聞いてあげたりとか、私ができる範囲のフォローを頑張ってやっていってますね。こればっかりはね、すぐ治らなかったりするから、難しいところではあるんですけど、頑張って今後もフォローしていきたいと思います。
では今日はこんな感じになります。ちょっと説明がざっくりした説明で分かりづらかったと思うんですけど、大まかな金額だけでも受精移植して結構日が経ってしまってて、私もまだちょっと YouTube 慣れないのでメモとかしておけばよかったんですけれど、ちょっとあんまりメモとかも取ってなかったのであまり詳しくは説明できなかったんですけど、少しでも金額が大雑把に分かることで皆さんの参考になればなと思って今回動画を上げさせていただきました、もしよかったらチャンネル登録といいねボタンを押してくれたら助かります。ではまた次動画アップするので楽しみにしててください。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。